レッピー村で前代未聞の大量猟奇殺人事件が発生いたしました。犠牲者はマサゴロの従業員と宿泊客で、遺体は胸部から下が切り取られていたと警察からの発表がありました。切断された遺体の一部はまだ見つかっておりません。